と時間的に量がずっと落ちるよね。こんなトイレに通れねえんだけど、これ？うん、これもお尻の方。ああ、もっと探すと富士山もあんでいいのが。はいはいはい。だからなかったらもう作って送っちゃう、そっちにも。これなんかなかなかいいんだよ、これ。これなんですか、それ。作品。男爵。あ、男爵。うん。だからね、あいつはパフォーマンスばっかりやってるからと思わせないで、実力あるんだとって見せるんだったら。見てたんだよ。ということは、静岡。あ、知り合いかな。知り合いのとこね。はい。知り合い。はい。うわ、すごい。すごいね。急に来ましたね。はいはい。これでもう広島に来たらすぐ撮影しますので。はい。もうこれ早いですよ。これだけ。いいのだけ残してあるから。大丈夫か。はい。はいはいはい。これはミノクが取ってくれたグリコとかね。うん。ほら、この前大阪行った時の。僕食わないところを見てくれって面白いミッキーマイスだって、まあいいとだも送ってくんだけど、まあ俺もお尻から手見ちゃってよ。2回ぐらい見て飽きちゃってよ。ああ、この鉢ですね。ちょっとね、なんか変態のところに飾って面白い。ブリッジのなんかアクリルで描いてすごいの。なんとか大会っていうのがあるんだよ。フォーマットつけていったけど真っ裸になっておちんこ出してこうなってるのもあるんだよ。へえ。でも今おちんちんぐらいどうってことないでしょ今。どうってことありますよ。あんの？そう。あら、これ声入ってんの？入ってます。お前やろ、どこやってんの？